土屋順次の治療のヒントプラス、日本オランダ徒手療法協会代表理事の土屋先生にお話を伺いながら進めていきます。この番組は治療家の皆さんへ届ける番組です。アシスタントの高安真希子です。今日の質問は、手以外の治療もするオランダ徒手療法ですが、物理療法であればどのような治療機械を使うのですか、ということで、土屋先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう私には全く馴染みがなくってわからないんですが、物理療法について来てますよ。はい、はい、理学療法士 KKS と申します。オランダ徒手療法では物理療法はどのような場面で使用されますか、例えばどんな機械を使うのでしょうか、具体的な症例も含めて教えていただけますでしょうか、はい、ということで、そうですよね、徒手療法なので手を使うって先生おっしゃってましたけど、はいはい、物理療法もあるんですか。あの、すごいあります。あ、そうなんですね。通常同じ仲間というか、徒手療法って流派は手しか使わないっていうのを売りにしてるんですけど、オランダの徒手療法は、はい、もう80年代90年代の頃に、はい、患者さん自身の幸せを考えようよって、アクティブデイリーライフっていう、ことを基準に考え直しましょうっていう世界の流れがあったんですけども、で、手だけで治そうっていう流派で、本当に手で治すそのテクニック自体をもっと精度上げようって、こう当時はやってたらしいんですけど、そうするとこの関節でどの方向にどういった力をどんな風に伝えるかとかちょっともうレントゲンとか MRI 取りながら、本当にその力がうまく伝わってるかとか、どん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 細かく、うん、治療スキルを上げる方に走り行ってたんですけども、はい、それと患者さんが治ってるかどうかとか、患者さんが満足してるかどうかって全然別なんですよ。なるほど、はい、なんか肩は上がるようになったけども服は着にくいとか、はい、ジレンマがあるんですね。そういうのに気づいて、じゃあ患者さん自身がもしかしたら体の機能が戻ってなくても、こう幸せっていうのはどんなことなのかなとかっていうのを考えた時に、手でちょっと一部の関節がちょっと動いたとかっていう言ってる場合じゃないぞって言って、舵を180度変えたんですよね。へ、でそこから反対にこう手で治すのは効率が悪ければ機械の方がいいんだったらそっち使おうよとかっていうので、電気だったりとかって物理療法って我々言ってるんですけども、はいはい、自然界にある力を使うっていう意味で、光だったりとか、はい、電磁波だったりとか電波とか超音波とかっていうのを使って、で体の機能回復させていこうっていうような機械を使ったりとか、そういう考えにこうなっていったんで、で手でしかできないことは、今まで通り手でやっていきましょうっていうふうな、住み分けですよね。なるほど。なんか電気、確かに私もなんかやったことがある気がするんですけど、あれも物理療法の一つなんですね。物理療法です。はい、へー、確かにその方が気持ちいいって思う患者さんもいらっしゃるかもしれないですね。はい、で、気持ちいいかどうかはまた別問題なんですけど治るか治らないか、治るか治らないかであれば、うん、その一時的に苦しいとか痛いとか、そういうものが必要、必要というか、そういうものが伴った治療が避けられないのであれば、一時的に我慢してもらって、ゴールに近づくのにそういうことが生じちゃうのであれば、痛い治療もありっていう考えですよね。ビリビリは患者さんによっては痛いと感じるんですか？ビリビリを、例えばですけども、筋力を増強しようというふうな形で筋肉を収縮させてやろうって出力を上げると痛いんですよ。そうなんですね。はい、でもリラクゼーションだとか、それこそ、慢性疾患疾患っていうんですけど、自律機能が落ちちゃってる方に対しては気持ちいい程度でやった方が効果があるって分かってるので、そういう狙いを筋力強化とかっていう場合は気持ちいい程度だと足りないんですよ。
なるほど、強弱があるんですね。また、はい、しっかり強弱をつけて、なるほど、はい、電気は結構体 あの表面を流れがちなので、体 あの奥底にある筋肉に届かせようとしたら、あの出力を相当上げないといけないんで、そうするとめちゃくちゃ痛いです。そうなんですね。じゃあ、はい、やっぱり機械を使ってますけれども、ちゃんと理学療法士さんのこの感覚というかね、あの知識ってすごく重要ですよね。あの体の知識と機械のそのものの、なんか今電気を使ってるっていうのは電気の特徴とかを両方知らないとダメですよね。わあ、本当ですね、はい、だからそこの部分は日本では物理療法の使い方の授業数が圧倒的に時間数が少ないので、皆さん知らない方がちょっと多いですね。その超音波にしても、超音波って どういう原理でそういった音波が出るのかとかって、あの皆さん知らないので、あれ水晶にあの刺激を与えて、そうするとあの電波が超音波が出てくるんですけども、その特徴が、結構、もう何十センチって言ったらもう消滅しちゃうぐらいに、あのすごく短いんですよ。なので、まあ、これオタクの話ですけども、機械を当てて、1センチとか3センチとかっていう、あの深さまでしか届かないんですよ。でしかも ピンポイントなんですよ。ピンポイントで、1センチとか3センチしかいかないって特徴を知ってたら、あれ局所に、超音波を当てるときは、ただ超音波が集中的に1点にかかるので、止めてずっと当て続けちゃうと、そこで深部のところであの振動がものすごい重なって、うん、で熱が生じて痛みが生じるんですよ。なんか怖いですね、はい、怖いですよ。だからそのリスクも知ってないといけないから、だからゆっくり動かさないといけないんですけども、うん、動かすと今度はもう本当にあの集中した1点にその効果がある超音波が集中してるので、それをやっぱ幹部にあのやっぱ狙ってずらさないようにやらないといけないので、ぐる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 近くでゆっくり回すっていうのをあのやるっていうのが超音波の使い方なんですよ。いや、あのちゃんと、ね、知識持った方に私たちもやってほしいなって思うぐらい、はい、ね、難しいものなんですね、はい、でそういった機械の特徴と人間の方の特徴を合わせて、あの機械を使いこなさないといけないんですけども、まあ、具体例で言うと、はいはい、例えば麻痺がちょっとある方とかは神経に電気が通ってるのか通ってないのかっていうぐらいなので、先ほど言ったあの電気の機械をまあ、脊髄損傷してんだったら脊髄のもっとあの損傷してる上のところに当てて、で電気がこう流れるように、あの結構強め あの収縮がも起こるようなところに電気を流しながら動かすとか、あの電気を流しながら、まあ、我々の都市のリリースっていうのをやってみたいとか。あ、なるほど、はい、するとちょっとあの刺激がこう伝われば、あの神経ってずっと神経と筋肉を使ってると、あの神経がこう他のとことかもつながってきて、より麻痺が治っていったりとかするっていうのが分かってるので。そうなんですね、はい、じゃあちゃんと機械も使いながらだけれども、その手の部分もあるってことですもんね。機械だけじゃなくて、組み合わせがいいですね。都市療法だとそのこうバランスが大事なんですね。はい。他にはその電気とか超音波以外にもあるんですか？ありますあります。あとは高周波治療器っていうんですけども、電気を体に直接流さずに、はい、プレートを、まあ、体に密着させるんですけど、それでプレートまでは電気を流して、うん、ですぐに、プラスマイナスを逆転して、うん、そうするとあのプレートからプレートに移動したらすぐそのプラスマイナスが逆転するので、反対のプレートに行った途端すぐ戻ってっていう繰り返し、やると、表面体表面に当ててる部分に見かけ上電気が流れてるようなあの形で、皆さん中学生の理科とかでやるんですけど、フレミングの左手の法則で、うん、電気の流れと磁界とっ
って覚えてます。で、あの全然覚えてないです、はい、なんかあの指をこんなつりそうな形で親指と人差し指と中指をなんかやりましたね、はい、はい、あれでそうすると体内の中 の, あの物質って電気をイオン化してるんです。電気を帯びてるので、そうすると電気は実際に流れてなくても体内のイオンがマイナスイオンプラスイオンが引きつけられたり離れたりとかってこう動くので、そうすると、なるほど、はい、あのその振動であの1秒間に何千回とか何万回とかこうやって動くので、それで体の中の方でこう熱が生じて温まったりとか。あ、なんかあのね、機械でされると中で何か起こってるかわからないですけど、こうやってまた説明もしていただけるとよりこう、うん、治療効果が上がる感じがしますね、はい、それを背骨のところの特に、お尻 もしくは、背中の部分ですねに当てると、そこにあの神経節っていうのが交感神経 の、あの、まあ、塊みたいなのがあるので、そうすると自律神経の機能がこう低下しちゃって落ちちゃってる人とかは、ちゃんと体温が上がったりとか、熱っていうか発汗したりとかっていう作用があって、でなんか温泉入った後のような感じでポカポカしたりとか、でよりなんかあの治療が効果が出てくるっていうか治っていきやすくなるんですけども。オランダ都市療法 の、その、あの学校の方でも授業の中でその物理療法も、物理療法入れますよ。あのあ、メーカーさんに協力してもらって機械ずらって並べて、だからメーカーさんにはあのセールスマンの方は苦笑いしています。これの機械はこういうメリットがあって、こんな時にはこれは役に立たないよとか、あとあの機械の知識があると、はい、あの機械を使うのもいいんだけども、できたら動いた方がこの場合は効果がありますよとか言っちゃうんですね。言っちゃいます。ちゃんと研究でもいろいろエビデンスベースであるので、はい、うーん、じゃあその機械だけに頼らないっていうところも学びながら機械をうまく使っていくってことを、ね、はい、オランダ都市療法ではやっているっていうことですね、はい、今ね具体的なこう症例もいろいろ土屋先生にお伺いしましたけれども、うん、KKS さんいかがでしたでしょうか。これはまたオランダ都市療法の中でね、どんな風に物理療法やってるのかなって気になるときはまたスクールにお問い合わせをいただければなと思います。そうですね、はい、はい、ということで土屋先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、番組では皆さんからの質問をお待ちしております。理学療法士として柔道整復士として鍼灸師としてご活躍の皆さん、今後オランダ都市療法を本格的に学びたいという皆さん、その後の事業展開まで考えているという皆さんも、ぜひ新しい道を一緒に探していきましょう。ホームページから気軽にご質問もお待ちしています。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。土屋順次の治療のヒントプラス、日本オランダ都市療法協会がお届けしました。